然ですが、皆さんはハゲイワゲイを知っていますか？次ハゲ、ハゲイワゲイ。聞いたことねえな。ホラーゲーム、ポピープレイタイムに登場するおもちゃ会社のマスコットキャラなんだけど、このキャラがどうやら巷で大人気みたいなんだ。後ろ姿だからどんな顔かわからないわね。その大人気マスコット、ハゲイワゲイがおなじみの食べて太るゲームに登場していたのでやってみたいと思います。食べて太るゲーム、あれはカオスだよな。ハゲイワゲイくんの活躍をじっくりべったり見たいわね。気持ち悪いな。それでは早速ゲームをやっていきましょう。さあ太れ、太るのよ、どんどんカロリーを摂取しなさい。相変わらずハンバーガー1個のカロリーがおかしい。さあこれであの女の子をぶん殴りましょう。ものすごく物騒。ハゲイワゲイ、パンチ。どう見てもキックなんですけど。どこまで飛ぶかな、どこまで飛ぶかな。そもそもこの女の子は誰なんだ。やったー、かなりくっといだわ。ちょ、この大口お化けがハゲイワゲイ。大口お化けがハゲイワゲイです。ホラゲーに登場するだけあってパンチのある見た目だぜ。それじゃあどんどん食べていきましょう。なんか青いし青鬼と同じような匂いがするわね。あれ、青鬼だっけ。ハゲイワゲイだろうが。すごい、ハゲイワゲイは空も飛べるのね。このゲームだけだろ。さあ皆さんお楽しみの殴り合いタイムです。これおまけみたいなもんだろ。ちょっと今回は食べ足りない感じね。なんかこの緑の髪の毛、どこかで見たことあるわね。気のせいでしょ。気のせいで済まそうとしてる。やったー、特大ホームラン、ハゲイワゲイ大勝利。これ毎回踊るの。毎回踊ります。これを見るために一日の仕事を頑張るって人も多いと思うよ。絶対そんな人いねえ。あら、このモードは何？え、一つのゲームでいろいろ遊べるの？これものすごく見覚えがあるんだけど。これはタコゲームです。8の字で進むのね。おとなしくこのゲームを進めましょう。そうね、イカゲームのリベンジはまた今度ということで。ハゲイワゲイいろんなゲームに登場させられてんだな。世界的なアイドル、この私と張り合えそうね。はい。待ち受けるのは見るからに強そうな男性。このぽよぽよボディで勝てるのか。俺に喧嘩を売るとは、いい度胸だな。ふん、ボディがガラ空きだぜ。とんでもないパワー、筋肉なんてなさそうなのに。お見事、ハゲイワゲイの大勝利です。まだレベル4なんだよね。この手のゲームはレベルどれくらいまであるんだ。レベル1万くらいじゃない？果てしない。しっかり食べてパワーをつけましょう。かといって食いすぎるとろくにジャンプもできないから注意だぜ。ボディバランスが重要なのよ。お尻の化け物になりました。この世のすべての食材に感謝して。ごちそうさまでしたー。食べた後何回？さあ今回の記録は？お、まあまあ飛んでるぜ。やったー、フリーハゲイ最強。新キャラかな。まだ比較的簡単なのでどんどん進めていこうと思います。うっとう、このポテト最高。一体何カロリーあるんだ。この軽やかなジャンプ。すごいわ、ダイナミックで一つ潰せそう。物騒だな。当たり前のようにガラス突き破るのなんなの。あれ、この壁は。数字の大きい壁がダメだったのよ。もしかしたらあの数字、壁の重さなのかもね。結構パワーつけてたのに一番重い壁はダメなんだな。このハゲイワゲイが破れるとは、お主なかなかやるな。壁に話しかけてる。今度は失敗しないわよ。数字の少ないものを選ぼう。おお、今度はうまくいった。それじゃあこの俺と勝負をしよう。相手の体格も化け物だ。しかし、ハゲイワゲイの方がより化け物だった。別にこれ、化け物対決じゃないだろ。あ、そうそう、このゲームクリアすると毎回お金をもらえるんだけど、そのお金を使って、ハゲイワゲイを強化できるんだ。へえ、ちゃんと育成要素もあるのね。強化できるのは、パワーとヘルスとマネーの3種類。パワーアップしてるって今のところ実感はしてないな。まだレベルが低いからだろうね。どんどんクリアして金を稼ぐのよ。おい、金出せ。おまわりさん、ここに強盗がいます。あれ、このステージ、さっきと同じ。間違ってさっきと同じステージを選択しちゃったわ。お金はもらえるんだし、まあいいだろう。これがハゲイワゲイの仕事です。これ仕事なの。サクッと突破して待ち構えている相手を吹っ飛ばしましょう。ほんとどこから出てくんだあの力は。少しずつパワーがついてきてるから記録が伸びてるよ。やっぱり強くなるにはジャンクフードよねー。こいつだけです。え、なんか黄色いハゲイワゲイゲットしたよ。へえ、着せ替えもあるのねー。本家は青だけか。いや、ピンク色のガールフレンドもいるみたいだよ。こいつ、ガールフレンドもいるのね。はっはっはっは、世界一の美人さんさ。そっくりだな、色変えただけじゃねえか。
飛べ、ハギーワギー。飛んでいる時も油断して食べすぎると落下するので要注意です。果物食ったら一瞬で痩せるのもすごいんだけど。ハギーワギー、空から登場。いけ、黄色い変態、じゃなくて黄色いヒーロー。今変態って言おうとしたよな。うおお、ハギーワギー、イエローボンバー。そりゃ大絶叫するでしょうね。あの痛みがどんなもんかはわからんけどな。着実にハギーワギーは強くなっています。その後、鍛錬に鍛錬を重ねステータスがかなり上がりました。ついでに見た目もガールフレンドになりました。やらかしてるけどな。この強化した肉体で殴ったら、相手がどこまで飛ぶのか気になりませんか。まあ確かに気になるな。ではお望み通り、思いっきり殴ってみましょう。やっちゃってください、ハギーワギーさん。うおおお、ハギーワギースペシャルボンバー。お、最初から高い。まだまだ伸びる。これが肉体改造されたハギーワギーの能力だ。やったー、記録大幅更新。ハギハギ、ワギワギ。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみ低気圧きつすぎるウプ主のミーです。花粉症と低気圧の頭痛のダブルパンチ、霊夢です。ゆっくりお花見がしたいマリサだぜ。ということで本日は、世界中の人から愛されてるロブロックスを実況していきます。そういう宣伝で売ってるお菓子ありそう。で、どんなゲームで遊ぶの？ハギーワギーコースターさ。ハギーワギーコースター？なんだか嫌な予感しかしないわね。ハギーワギーを題材にしたジェットコースターだよ。何が起こるのか謎だが、とりあえず乗ってみるか。ちょっと待って。これ、発進するのかな？ここから。え、あ。ここ、コースじゃないよね。ハギーワギーコースターの洗礼を早速受けたわ。なんとか乗れました。なんだこのハンドサインは？ちょ、この先線路が。なんで通れたのか謎だけど、あのハンドサインは、ハギーワギーでおなじみの、伸びるハンドと同じ色の壁をタッチするとギミックが展開する仕組みみたいだよ。ってことは、青いハンドサインの壁は青いハンドでタッチしろってことか。へえ、面白いギミックね。ただの化け物が追いかけてくるだけじゃなかったのね。そう思ってたのか。線路に道を作りながら進むというスリリングなアトラクションです。ハギーワギーの元のゲームもこういう謎解き要素あるんだろうな。ホラゲーに謎解きはつきものだしね。この線路、早く起動しても消えそうだからタイミングが怖いんだよね。落ちたら問答無用にしよ。で、肝心のハギーワギーは出てくるんだろうか？なんかゴール付近に不穏な建物があったから、そこで出てくるのかもしれないよ。じゃあそれまでのんびり空の旅を楽しめるわけね。高所恐怖症の私からしたらもう帰りたくてしょうがないけどね。なんでこのゲームにしたんだ。なんで空中に浮いてるのか謎ね。とりあえず脱線だけには気をつけていきましょう。なんだ、この箱みたいなのは？駅みたいだわ。誰ですか？ようやく電車が来たよ、待ってたんだよ。え、これ二人で大丈夫？まずい、脱線した。二人分の重さに耐えられなかったんだ。おい、後ろからも次の電車が迫ってるぞ。どうしよう、全く動く気配がないよ。かといってこのまま降りれば死ぬわよ。ちょっと、なんとかしてくれませんか？そんなこと言ったってどうしたらいいか。戻れー、お願い線路に戻ってー。いやだー、ここまで来て降りたくないー。のー。駅から復活できたので、なんとかなりました。駅でセーブされるのはマジで助かったな。おい、あの人大丈夫か？あの曲がり角に苦戦しているみたいね。完全に止まっちゃってるよ。このまま進んだらぶつかっちまうぞ。え、でも途中で止められないわよね。こうなったら私が押してあげよう。そうすれば進むかもしれない。お前まで止まってんじゃねえか。え、まさかの押せない？ちょっと馬力全然ないじゃない。消えた。あの人どうしたの？諦めちゃったの？そもそも動かなかったのはなんでだったんだ？もしかしたらバグがあるのかもしれないね。あの人またチャレンジしてもらいたいわね。ああ、駅からだったらいくらでも戻ってこられるぜ。皆さん、突然の脱線と停止にはご注意ください。いつの間にか後ろの人ここまで来てたー。しかもあっちは二人乗り、勝てる気がしないわ。勝ち負けとかねえだろ。すいません、今急ぎますから。とは言っても加速なんかできないぜ。圧がすごい、後ろからのプレッシャーがすごい。大丈夫、あんたの後ろには誰もいないわ。いやがっつりいるじゃん、めっちゃ近いじゃん。お願いここでドガーッと加速とかして
あんたが止まったら後ろの人たちに押してもらえばいいのよ。そうだよね。お助けとして認識しよう。よし、いけいけ、進めー。しっかりギミックもやっていかないとな。普通に人間が落ちていく光景が見れて怖すぎるわ。ここでは人が落ちることは何ら珍しいことではありません。続けば後ろの人たちがなぜかいなくなっていました。どこかで突っかえたんだろうか。このゲーム、どこで事故るかわからないのが怖いわね。心臓の弱い皆さんはくれぐれも気をつけてくださいね。なんか前方に怪しい建物が複数あるんだけど、ハニーワニーの顔面があるぜ。ということはそろそろゴールが近いということですね。あ、駅もあるしとりあえず安心ね。間違った方向に進むと食われるってことか。はいはい、こっちですよ。ここで死んだらあの超長い順路を戻ってくるしかないんだ。ふう、ようやく中間セーブポイントに到着。あのセキュリティゲートの先には一体何があるんだ？ふっふっふっふ、恐怖のハギーワギー工場へようこそ。大丈夫、はったりよはったり。そうだよね、ただの洞窟だよね。嫌な予感がするぜ。え、これどっち？左。これもしミスったらどうなるんだ？うわぁ、これ絶対不正解じゃない。こういうトラップもあるのか。誰が左って言ったのかしら。お前だよ。この先もまだ何かある、気をつけよう。あいつが言ってたように本当に工場になっているんだな。あ、ここに途中駅があったわ。これでいつ落ちても大丈夫だぞ。なんなら今落ちようか。落ちないでください。ここら辺は特に何もなく平和な道ね。そろそろギミックが出てきそうだぜ。来た、あの壁を持ち上げよう。よ、なんかいる。うおお、もう失敗しないぞ。結構初見殺しあるなぁ。じゃ、今度は食べられちゃうの。じゃあ、ハギー。なんとか大丈夫。進め進めー。あ。どうして、どうしてだー。皆さんどうもこんにちは。見ての通り、卵です。というのは冗談で、スキフェス天井まで引いたウプ主のウィーです。もう課金はしない、もう課金はしない。課金のご利用は計画的に、毎度おなじみ霊夢です。ぬるっと始めてるけどこれ何のゲームだ。こういうゲームです。予定わからん。卵を育成して、最強のモンスターを生み出す、それがこのゲームです。いやどう見てものっぺらぼうよりボスの方が強そうなのに。やったー、私の育てたのっぺらぼうくんの勝利。こいつまだ完全体じゃないわよね。もちろん、ここからどんどん強くなっていくよ。それではレッツゴー。卵から進化させるのって、単純だけど面白いわよね。何が出てくるのかわからないからワクワクするよね。どんどんでかくなってるぞ。もっともっと DNA を吸収して強くなれー。ドラモン、進化ー。どっかで聞いたことある。ドラモン、まだまだ進化でかくなった。見た目はいまいち締まらないけどでかくなったら威圧感がすごいわね。パンチの音が重い。こいつが夜道に出てきたら失神者です。決まったー。今回のドラモンはかなりのパワーです。容赦なく沈めるな。ドラモンは毎回見た目が変わるのか。うん、その時何を吸収したかで変わるんだ。めちゃくちゃ可愛いドラモンが生まれるかもよ。もうこの時点で可愛くはないけどな。この形態を卵人間と命名します。何のひねりもねえ。おっと、ここでボスと対決だ。ドラモン、進化ー。今回のドラモンはゴツゴツイワシャクレマンね。悪口かな。ボスは猫型のドラモン、いけるぞ、なんとかマン。もう名前忘れてんじゃねえか。脳みそ、脳みそ食わせろもん。怖い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 。お前に脳みそは渡さないな。脳汁、ブッシャー。決まったー、脳汁ブッシャー。技名もひどかった。そんなバカにゃ。猫ドラモン、撃破。さあどんどんドラモンを進化させていきましょう。やっぱり手塩にかけて育てたドラモンが勝つのは嬉しいわね。育成らしい育成してないけどな。そもそも食べ物とかで進化じゃなくて DNA って何なんだ。こいつ見たことある。ハニワギー。強っ。嘘でしょ。ハニワギーの化け物にワンパンよ。うわぁ、あんなふざけた見た目してるやつに負けたー。こっちも相当だったけどな。トラウマなんですけど。レベルが足りなかったのか。巨大化させないとダメなんじゃないか。ほらー、今度こそ負けないぞ。ドラモン、進化ー。
ここからだ、ここから。ドラモン、さらに巨大化、ハギーワギーを叩きのめせ。うおー、脳みそ、脳みそ食わせろー。いい感じ、これなら勝てそうだわ。お前の脳みそどんな味？一定な、令和のホラゲー界のスターに何するんだ。脳みそパワーアウチ。思いっきりキックだったけどな。うわぁ、令和の大スターになんてこと、お。よっしゃー、リベンジ成功。お、今回のドラモンには羽が生えてる。こいつは初めて見たな。空を飛べるドラモンなんて激アツじゃないの。きっとかっこいいドラモンが生まれるんだろうな。人か吹いたりしちゃってね。おお、いいねー。これは期待がどんどん膨らむぞ。ど、ボスの見た目怖。ドラモン、進化だ。じゃあ、ハエの化け物みたいなの出てきたー。だ、確かに羽は生えてるけど、けど。化け物度合いで言えばボスよりこいつの方が怖かったぜ。ちだ、お前の血を吸わせろ。また物騒なこと言ってるし。ドラゴンではなかったけどかなりの手だれでした。なんとか万に巨大化した怪獣として出てきそうだったわね。さあ愛情込めてドラモンを育てていきましょう。この色になるのは初めてね。これって卵と同じ色の DNA を取った方がいいのか？いや、別にそういう決まりはないからお好きにどうぞって感じかな。まあ同じだと統一感が出るのかもしれないわ。おい、まさかこいつ。ハギーワギーって卵から生まれるんだっけ？いや、そもそもこいつはおもちゃだろ。てめえもおもちゃにしてやろうか？こりゃおもちゃができるゲートじゃないわ。ハギーワギー、スペシャルキーイック。決まったー、これがホラゲー界のスター。さすがは人気者だわ。もうめちゃくちゃだよ。このドラモンって、強いとか強くないとか強化する以外に能力差とかあるのかしら？強化以外だとみんな同じような感じだと思うけどね。それならどんな見た目になっても安心ね。しっかり強化してやればボスには勝てるんだぜ。今回は随分と長いコースです。障害物を華麗に回避して最強のドラモンを育てるのよ。これでいいだろう、頑張れドラモン。ハギーワギーのキメラが生まれたぜ。頭がハギーワギーならこの際なんでもいいのです。は、ハギーワギー、お、俺は一体、うおー、お前、とりあえず、倒す。いけんだー。かわいそうに、同情するぜ。いけんだ、いけいけー。今のところ400コインが安定ね。お次も見たことない見た目の卵よ。卵というより目玉だな。相手はキメラハギーワギー、どうかな。え、かわいい？嘘だろ、ドラモンにもかわいいやつがいるのかよ。みんなもドラモンゲットじゃぞ。皆さんどうもこんにちは。水分補給と休憩はお忘れなく、うつ主のミーです。常に休憩していたいレイムです。無理は禁物、マリサだぜ。ということで本日は、ハギーワギー育成ゲームを実況していきたいと思います。いつからポピープレイタイムは育成ゲームになったんだ。よく見るとおむつ履いてない。このベビーワギーを、ベビーワギー。立派な大人ワギーに育てていきましょう。まだお金がないので、戦闘力の低いメンバーしか出せません。このゲームはお金を使って召喚して戦うのか。よ、2対1じゃないの。まあこんな感じで負けるんだよってことが分かったかと思います。それでは助っ人を呼んでみましょう。あ、よくあるお試しはコイン不要で呼べるってやつね。これで相手と同じ構成になったな。それではもう一度、バトルスタートです。ベビーワギーは近接戦闘型なのね。ああ、やられちまった。やりました、ウサギさんが遠距離から敵のベビーを撃破。なるほど、駒を配置して戦わせるゲームなのね。なるほどなぁ、ただの育成ゲームじゃないってことが分かったぜ。ベビーを2体重ねたらどこぞの熊になりました。へぇ、進化って複雑なのねー。進化とかそういう次元じゃなかったんだけど。まあ育成というのは先がわからないものだ、ということですね。無理やり納得してる感がすごい。重ねて進化、ってことは熊2体重ねたら？さらに進化した。子供が入りそうな見た目になったわねー。敵さんにはちょっと待っていただいて、先ほど進化させたことで、熊 V2 が解禁されました。見た目はがっつりあれだが、進化方法は面白いな。今回はこの2種類でしか戦えないみたいだけど、次からは使えるかもしれないわね。そうだね、出せるキャラが広がっていけばもっと面白くなりそう。相手と実力は同じくらいだろう。さあどちらが勝つか。遠距離攻撃のウサギさんがかなりいい仕事しています。
遠距離からのサポート攻撃も大事だってことね。そういえば、ウサギさんをまだ進化させてなかったので、今回はウサギさんを進化させてみたいと思います。想像もできない見た目になるんだろうな。いざ、進化。なんなんだこいつは。ポピープレイタイムで使う手のやつ持ってるわ。これのビルマジックハンドみたいなやつだから、遠くからでも攻撃できるのかも。ゴムゴムの、ゴムウー。強すぎない？遠距離からの強烈な張り手攻撃で一網打尽にしました。あ、新しいキャラが使えるようになってる。謎の巨大赤ちゃんもいるしな。出たー、お金めっちゃ使う分強そう。なんなんだこのまがまがしいオーラは。あっという間に終わっちまったぜ。どんどん盤面がいかつくなってきております。相手がかわいそうなんだけど、こんなのと戦いたくねえ。おお、赤ちゃんがなんとヤベイワギーに進化しました。何その名前。見た目がヤバいハギーワギーだからヤベイワギー。何のひねりもないわね。両手にノコギリ、もう暴力の化身だろあいつ。ああ、この子最近見た。マミーだっけ？両手両足が伸びるんだよね。伸びるやつばっかりだな。おい。いけー、ハギーワギー軍団。何がなんだかわからないけどボコボコに殴ってるわ。圧勝です。これで満足すると思いましたか？いえいえ、もっともっと進化させていきましょう。貪欲な精神、悪くないわね。こう見ると、ハギーワギーっていろんな種類いるんだな。原作に出てくるかどうかわからないけどね。いけー、相手はマミーだけよ。くるぼっこじゃねえか。あー、もう黄色いハギーワギーが倒されてる。あいつ、なかなかやるじゃないの。遠距離攻撃組が頑張ってくれてるぜ。頑張れー、負けるなー。あー、あと一体になっちゃった。負けたー。マジかよ、フルボッコかと思ったらたった一体に全滅させられたぜ。ただのマミーよね。強すぎじゃない？これは編成を変えて挑まないといけないかも。マミーを重ねてグリーンマミーに進化させました。こいつがどれだけ強いのかわからんが、少なくとも普通のマミーよりは強いと思いたいぜ。まずは近接ハギーワギー軍団突撃。もうやられてるんだけど。遠距離からサポートだ、いけいけー。よっしゃー、リベンジ成功。やっぱりグリーンマミーは強かったわね。常に何かを進化させていく必要があるってことだな。お次の相手はハギーワギーダブルヘッドがおります。相当のハギーワギーなんているのねー。なんなんだあれは。それならこっちだって進化形態を出すしかない。ひぃ、なんだこいつ。またしても化け物が誕生してしまったわね。ブラックハギーワギー、召喚。からのお人形軍団、召喚。さあこれでいけるか。いけいけー。だんだん敵も強くなってきてるから油断ならないぜ。あーっとここで前線部隊全滅。遠距離部隊、頑張れー。数でいけー。あと少し、耐えろ。ふぅー、なんてしぶとさだ。やったー、ギリギリで勝利。私もダブルワギーを出せるようになりました。おい、なんだよ敵のあのごっついハギーワギー。いやいや、あんなの見た目だけだって。そうそう、強そうだけど実際大したことないでしょ。ダブルワギーなら倒してくれると信じて、行くぞ。おいおい、ゴリゴリ削られてるんだけど。あー、そんな。全員倒す、お前ら、倒す。やめてー。あいつ顔3つついてるんだけど、アシュラゾーワギーかな？ということで本日も、ハギーワギーなどをどんどん強くしていくゲームをやっていきます。あら？そういや前回は3面ワギーに負けなかった？実はあの後、撮影外でどうせ勝てないっしょと思ってやったら、普通に勝ってしまったんだよね。で、今回はこの芋虫ワギーからってことか。まったくウプ主はそういうところあるわよねー。こうやって撮影ってなるとうまくいかないんだよな。本番に滅法弱いタイプの人間です。ていうかあいつ、もうハギーワギーじゃなくない？ハギーワギーです。ものすごく無理やり。結構強いメンバーを揃えていると思うんだけど、あいつはそれ以上なのよねー。前線部隊がどれだけ踏ん張れるかだよねー。遠距離は耐久が低いから近寄られるとすぐにやられちまうしな。とりあえずこれで出撃、いっけー。もう前線部隊がほぼ壊滅してるわ。ひえー、ブラックワギーがあんなに簡単に。しかもこいつ遠距離攻撃だぜ。遠距離攻撃なのに近距離も鬼のように強いって反則なんですけど。絶望、この二文字がぴったりな状況です。ついにこいつを召喚しなければならないのか。
てたー、強敵だった三面ワギー。おい、仲間になった途端弱くなるのだけは勘弁しろよ。何の根拠もないけど大丈夫、信じましょう。そうね、もう頼れるのはこいつしかいないわ。赤ちゃんハギーワギーが大量にいる地獄絵図。これぞハギーワギー祭りだ。いけー、あいつを倒せー。何が起こってるんだろうか。すごい、三面ワギーがかなり耐えてる。あーっとここでやられちゃったけど十分すぎる活躍よ。やったー、リベンジ大成功。すごい戦いだったぜ。続いての敵もまたとんでもない奴が出てきました。なんなのあいつ、あんな見た目のやつ SCP で見たぞ。一発が重たい。もう三面ワギーが通用しなくなってきてるわ。このゲームはインフレがすごすぎるな。このインフレについていかなければ絶対に勝てません。さっきの敵だったイモムシワギーを使うしかないのか。でもちょっと待って、あいつなんでか知らないけどこっちに来ないわよ。あれ、ほんとだ。そんなこと言うから来たじゃねえか。うわー、ただのボーナスタイムだったかー。あんたずっと向こうにいなさいよー。おいおい、こんなもんか。歯ごたえがない奴らだな。はぁ、あのまま止まってくれてたら勝ってたかもしれないのに。遠距離部隊に力を入れてみました。あいつ歩くの遅いからもしかしたらいけるかもね。一体でも生き残ってれば勝ちなんだ。粘れ粘れ。うおーおー、負けるなー。ここで前線部隊が全滅。ここからが本当の戦いです。遠距離のマミーが何とかするしかねえ。頑張れー、みんななら倒せるわよ。うおお、何をする。耐えろ、耐えてくれー。あと一体。やったー、ギリギリあいつを倒したぞー。これぞまさに死闘ね。ひりつく戦いだったぜ。ちょっと真面目にやってもらっていいです。こっちのセリフだよ。マミーから新種のワギーが誕生しました。こいつが活躍してくれればいいな。さあモコモコワギーよ、あの見るからにヤバい緑ワギーを倒してくれ。かしこまり。なんなんだこの大量のウサギ軍団。みんな可愛いウサギちゃんは好きでしょ。ボコスカナブルウサギが可愛いとは思えないんだぜ。ああ、もう前線は全滅。ちょ、まずい、このままじゃ遠距離も駆逐されてしまう。それにあいつの HP がまだまだ残っていやがるぜ。怖い、なんだよあれ。なんだこいつら、たくさんいるけど脆いぞ。すごい、絶望的だった残り HP を半分以上も削ってる。これぞ遠距離部隊の強み、じわじわ削って削り切る。頼みの綱のモコモコワギーがやられてしまったけどまだ諦めないわ。兄貴の分まで行くぞー。ほらこっちよ、来なさい。む、まだ虫けらが残っていたか。ああ、あと少しなのに。みんなということで本日も、ハギーワギーと愉快な仲間たちを進化させていくゲームで遊んでいきます。え、ハギーワギーって進化するんですか？そうか、ヨウムはこのゲームで遊ぶの初めてだもんな。このゲームではハギーワギーはとんでもない進化をするんだよ。へぇ、爪が伸びるとかですか？それはとんでもない進化とは言わない。見た目の色から形、大きさまでガラッと変わっちゃうんだ。実際に今画面に出てる化け物はほぼハギーワギーだぜ。一人ポケモン状態じゃないですか？ちょっとよくわからない。このハギーワギー軍団を使って敵を倒していくというのがこのゲームなのです。なるほど、ハギーワギーも大変なんですね。この時代だから仕事を選んでいられないんだよ。これ勝手に使われてるだけだろ。進化させるには同じものを2体重ねる必要があるんですね。その通り。でも強いモンスターはその分作るのにお金がかかるから進化させるのは決して簡単ではないのです。お金の管理も重要なんですね。よくわかりました。それじゃあ早速ぶっ殺しましょう。ぶっ殺。みんな、頑張れー。あのブラックワギー、見た目からして相当手強そうですね。あっという間に前線部隊が壊滅させられた。しかもこいつ、遠距離攻撃もできるみたい。遠くからでも強力な攻撃ができるなんてずるいですよ。あ、でもモコモコワギーが大健闘してる。あ、危なかった。こいつらがいなかったらやられてたぜ。サメ人間がいるんですけど。敵はハギーワギーだけじゃないんですね。ハギーワギーばっかり相手にしてたから対応に困るぜ。見た目はいかついけど、さっきのブラックワギーの方が強そうだったよね。ただの脳筋には負ける気がしませんよ。まあとりあえずメンバーを整えて万全の状態で挑もう。よう、肉だ、肉を食わせろ。ハギーワギーたちはぬいぐるみだよ。ぬいぐるみの肉って何肉？綿だよ綿。まれに人の髪の毛の場合もございます。それ呪物だろ。こいつが食えないのか、つまらない。あいつ、よくも俺たちの仲間を。先輩、許せないっすよ。自分あいつの首持ち帰りたいっす。物騒なこと言ってやがる。ああ、その気持ちわかるぜ。なんだ、ここにもまだ石を投げている奴がいたか。
おいお前、仲間たちを食い散らかしやがって。お前の首でネックレスを作ってやるから覚悟しな。何か言ったか？貴様あいつらの仇、俺が取ったぜ。おお、先輩が一人で。感動の戦いでした。これで生首飾りができますね。それで台無しだ。さっきはひどい目にあったぜ、兄貴あいつらです。うわ、今度は巨大マジックハンドくんだ。あいつ、一族を裏切ったやつじゃないか。なんだ、あんな奴らに負けたのか。あいつらちっこい割にめんどくさいんですよ。俺と同族がいるが、ただの子供だな。おいおい、ただ巨大化しただけじゃないみたいだぞ。先輩、あいつ力を求めて一族を裏切ったんです。昔から横暴でみんな手を焼いていたって。そうか、それならどっちが強いかここではっきりさせられるな。裏切ってまで力を求めて負けたらあかっぱじだぜ。因縁の同族対決、なんとしても勝ちたいね。出し惜しみせず、全力で揃えていきましょう。先輩に対召喚。重ねたら何になるんだ？なんだこいつ。不気味な笑顔、まるで死神みたいですね。でかい鎌も持ってるし、どういう攻撃ができるんだ。それじゃあ今回はこれでいってみよう。頑張れー、激怒しちゃってください。さっきのサメ一体でも苦戦したのに、それプラスでかいマジックハンドも嫌がるからな。死神先輩、遠距離からお願いします。お前、さっきはよくもやってくれたな。また地獄に送ってやる。先輩がマミーも瞬殺された。マジックハンドくん強すぎませんか。これは対応策をガチで考えないとね。ついに破壊神を出す時が来たようだ。破壊神割と小さいですね。マジックハンドがでかすぎるんだろうな。よし、破壊神、あいつらを倒してくれ。でかくて怖い。破壊神もビビってんじゃねえか。破壊神以上に怖いものなんてありませんよ。頑張れ、前線部隊、削れるだけ削ってサメだけでも倒しちゃってくれ。破壊神頑張ってください。うわ、一気にあんなに削られるの。あっと、ここで破壊神撃沈、残りは後衛部隊だけです。そう、サメはなんとかなりそうなのにマジックハンドが。裏切り者が得た力はとんでもなかった。なんでもいい、とにかくあいつをぶっ飛ばしてくれー。こうなってくると、金をバンバン使って大物を出すしかないのか。このゲームも世の中も、結局はお金、席払いですね。金くれー。泣くな。お、サメはもう倒せるぞ。やりました、あとはマジックハンドだけです。あ、そんな、みんなが今までで一番苦戦してるな。マジであのゴムゴムのマジックハンドが強すぎる。やっぱりガッチガチに固めないと勝てないんだ。ブラックワギーが大量に嫌がる、なんて光景だよ。これで勝てればいいんですが。よっしゃー、みんな行くぞー。さあブラックワギー軍団の力はどんなもんか。いけいけー、おせおせー。うまく足元に潜り込んでますね。いいぞ、そこなら多分マジックハンドが当たらない。おお、またしても。よし、あとはあいつだけだ。頑張れみんな。おお、かなりの大ダメージ。やった、ついにやったんだ。倒したー。長い戦いだった。ここで終わるかと思ったぜ。次はサメとマジックハンドくんと破壊神のセットです。帰ってもいいですか？